警戒と監視を続けています。スキャンダルに揺れるノーベル文学賞に代わり、スウェーデンの文化人が創設した文学賞の選考結果が12日発表され、カリブ海にあるフランス領グアドループ出身のマリーズ・コンデさんが選ばれました。この賞はノーベル文学賞の今年の発表が健康組織の関係者によるセクハラ問題で見送られたことを受けて、スウェーデンのジャーナリストや作家が中心となって